ばんは。やっほー、こんばんは。ちょっとこれ、こっちの方がいいかな。こうしよう。こんばんは。なんかお化けみたいな釣りになってる。今日はね、東京に来ています、お仕事で。怖そうな雰囲気の部屋とか言わんと言ってや。今日ここで寝るんやからさ、怖がらせないでよ。どうしよう、なんかじゃあリモコン消えちゃってさ、手持ちの方がいいですか？どう？手持ちでもいい？今日みゆちゃんが輝いてる。そう、額縁の裏見るのよ。額縁って何？額縁ないな今のところ。そう、一番怖いのは人間なので。そう、今日ね、東京、あ、これ額縁って、やっぱ見つけてしまった。見つけちゃった。いい部屋なんかな、分からへん。ちょっと今日化粧濃いめ。あ、いや、あ、でも今日メイクしてもらって、上から自分のメイクも下から濃いくなっちゃったんかもしれない。余裕で額縁ありましたね、ここに。キャー、怖ーい。そう、明日は帰る。え、一人寂しい。だからみんな構ってね。元気くん、お星様ありがとう。めちゃめちゃ可愛い、ほんまに。今日はね、いつものとこじゃないからね、漏れてない。小熊さん、タコありがとう。今日は後でね、今日はっていうか今日も後でね、ツイッター更新するのでね、見てくれたら嬉しいです。構います、嬉しい。昨日のツイッターの GIF 何やったん？え、あのサーチコリッターめっちゃ可愛くない？だから載せちゃった。熱い、ショールームの写真か。あ、そうなんや、新しいの載ったん。なんか音楽聞こえる。そう、さ、ホテルってさ、テレビつけたらさ、なんか初期画面みたいななるじゃないですか。で、そのリモコンどっか行ってさ、消せなくなっちゃった。ペチペチしてるやつか。ペチペチって何？これテレビ、ちょっとリモコン探したい。みゆちゃんもの、あ、やっと会いに来てくれる、嬉しい。待ってるね。今日今ちゃんの実話なんですか？ちょっとね、あれ探そう、リモコンを。どこ行ったんだろう。暑っ、なんか東京寒かった、めっちゃやばい。トマトさん、クマありがとう。あれ本当にどこ？照明明るいって思ってたけど見えちゃうのね。そう、そういうこと。え、ほんまにない、困る。寝る時とか無音とかじゃないと寝れないのにさ、どこ行ったんやろ。あった、暖房消そう。はい。もうかたず出した。え、やばいやん、もう冬やん。東京のめちゃめちゃ嬉しい。大阪おっても変わらんよ。コンビニ行った。この後ね、この後行きます。
この後入浴剤買いに行くから公園からの帰りなんですけど、寒すぎて成功って、大丈夫、温めといたビジネス欲しい、ビジネスホテル好きやわって言ってんのかな。どこでもその口持ち当たり前、これはもう命やからね。ヤングドラゴンのサイン式じゃお姉ちゃんが当ててくれて、おめでとう、マジ当たったんや、嬉しい。温めたのついてるんですか、どういうこと。東京めっちゃ寒い、大阪より寒いと思う。あー、こんばんは、やっほーと、お仕事自体は5時ぐらいに終わったんかな、でそっから6時ぐらいまでホテル帰って寝て、そっからあのそのスタッフさんとかとご飯食べて帰ってきたみたいな感じ。めっちゃ暑い、画質が心霊ぞ、やばいやん。確かに右手ぼやけてるの、あ、なんかいつも私右半分ぼやけてるの。東京は人が冷たい偏見やけどね。みえちゃん東京に染まらず大阪染まらへんわ一泊二日で染まるんはだいぶ、そんなに見えはんじゃないよ。昨日の配信が面白かったから今日も来た、わー嬉しい、やったー、今日もやって嬉しいです後ろのテレビからなんか出てきそう。あの私にねそんなこと言っても私そういうのビビらへんから大丈夫ですよ全然テンション上がってない、東京はいいぞ確かに、でもねちょっとテンションは、あ、なんか街並みでちょっとやっぱ大阪よりちょっと都会に感じたからテンション上がったけど、やっぱ難波が一番ですね難波しか勝たん、そう田舎もやからね、東京ってだけでねテンション上がるよね明日帰ってくるのに標準語でね、そんなね、そんな染まらへんのよ、そんな東京の人と関わってないの。新幹線です、はい、かっこいい、やった、東京寒すぎる、やばい、ほんまに凍えてた、やばいやばいね、もう12月ぐらいの気温じゃない、ほんまにまだ10月やのにさ、おかしい。後ろのカーテンめっちゃ怖い、じゃあ開けた方がいいかな、開けようか、開けた方が怖いと思うんですけど、今日わなかんとこ焼き食べ、いいの食べさせて、途中の、あ、名古屋か、名古屋はね食べ物美味しい今年秋なかったね、なかったよね、秋好きやのに許さない、秋と春好きやのに。ちょっとカーテン開けますね、じゃあちょっとお腹が思ってたより出てきたこれで怖くない、怖くないに終わったんなら今日帰れたい、あ、明日もあるんです、明日も撮影があるから、はい、帰れないの、思ってた、どういうの想像してたの、まあ、確かにね思ってた窓ではないね、部屋暗くない、暗い方がね落ち着くじゃん私白い電気嫌いなんですよね、多分これ白なんですよ、電気がつかへん、ほらまあいいけどね
東京からこんばんは。あ、一瞬今同じ空気吸ってるね。じゃあスカイツリーってどこにあるん？生きてるわ。キンキン帽子ありがとう。レッスンね2日間ないらしいよ。だから助かった。ちょうどいない時に2日間レッスンないみたいだから。ピューロランド行ったことない。そう、知らん。そう、もうね44日後なんですよ。早くないですか？ちょっと待って、暑いからねエアコンつけるわ。冷房暑い。ちょっと観光はする時間ないですね。するとしたら今からしかもうないね。明日は公園どこがあるの？どこだ？前髪が散らかってきた。明日は兼務。あ、そうなんや。ね、コンサートミーも楽しめ。メープルマニア聞いたことない。昨日アイカから LINE で東京バナナが食べたいみたいな来てた。そういえば。だから買ってあげましょう。荷物多くないよ。全然多くない。これだけ、これに入れてきた。うん、買いますよ。それぐらい全然。ね、ポケモンの東京バナナありますよね。荷物少ない。そう少ない。みんななんかキャリーバッグで来てたけど、私キャリーバッグ引きずるの下手くそすぎる人間なので。メープルマニアってあれ水色のやつかな？水色のパッケージのやつ違う？合ってるかな。なんか想像できる。そう、全員分の東京バナナきつ。オレンジ、え、分からへん。オレンジやったら、なんなんやろそれ。調べときます。でもそうやね、男の子はさやっぱ荷物少なくてもいけそう。確かに親に怒られ、ちゃんと怒られた。おもろ。キャリー見えばすぐボロボロなる。なんかいつや中学ぐらいの時になんか高いキャリーバッグをママに買ってもらったけど、一回でクソボロボロにして帰ったからめっちゃ怒られたかも。女の子が書いて、分からへん。後で調べときますね。荷物私少ないですよ結構。部屋自体ね物は何もないんで。生活感のある家が嫌いなので私。東京駅にポケモンセンターある？マジ？そうなん？東京に思い出の場所？どこや？東京か。東京でも定番のとこしか行かへんからな。横浜とかやったらお姉ちゃんとロンハーマンカフェ行った思い出。そんなエキスパ
何どこやったっけ、ララポートエキスポシティにもあるけど全然覚えてないな。あ、ディズニー、ディズニーだって千葉とかやん出てないわ。原宿のラッシュ、渋谷じゃなくて新大久保、韓国っぽいとこですか、お新大久保って。テキポンだるまありがとう。東京はね、もっちゃんと行ってみたいな、あの映えなところ連れてってもらいたい東京のコリアンタウン、あーえ、はい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 、あーなんか大学の時にチーズドッグ入ってて、そこで食べ、なんとかコリアンタウンで食べたことあるかも、チーズドッグ元の実家行ったらさすがに実家知らん水曜日のダウンタウン見えへんの、あ今日水曜日、今まだで10時からやんな、やばい眠たい、眠い、懐か、家で作った、すごっ、寝坊しないでね、大丈夫、今日もねちゃんと寝坊しなかったから褒めてみんな。シオンがショールームでキャンプのことなんとか星だよ、星になってるから読めない、よしよしありがとうすぐ寝れそうか、うん今日は寝れそう、変な人に押されそう、この後じゃあコンビニ行くからついてきて、怖いえらい、あーみんなみんなが褒めてくれる、頭突き出しとこありがとうみんな、今日前髪綺麗、どこが、あ確かに綺麗なんかな、やってもらったから綺麗なんかも、でもここがちょっとやばいこれ入れる系なんだけど出てくるから、あのはいしまってください久しぶりに一押しのブリックフォードしないよ全然バリエーションが、なんだろうねちょっとあかんわうわハート型ウイルス懐かしいな、どんなやったっけもう覚えてない、こんなんやったっけちょっと私すぐ忘れちゃう、ふり一人部屋、うん一人部屋、うん、あ別に仕事今日やっていいんですけど、今日はねガールズペディアさんの撮影、明日と今日はガールズペディアさんの撮影なので4人、あと3人先輩方いらっしゃいます、みんな部屋は別々です、今はねあのコロナウイルスとかがあるのでね一人部屋なんです、合ってる、なんで知ってんねんツイッターで褒めたから十分でしょ、その考えがダメなんですよ、みゆはツイッターでも褒めなあかんしショールームでも褒めなあかんの、シオンがショールームで突き飛ばしたこと謝ってたよまたそうやって誰かなチクるやろ、もうすぐさファンの人すぐなチクるから、はい、でもシオンにはねあの後ね多分ショルムでも言ってたと思うけど直接ちゃんと言ったからね、みんなもうあんま言わんといたってからさずっとしてないんや、キャベツさんありがとう、バラジャーさんバラありがとう、
なんで褒めてくれないの？かわいい、かわいいが一番の褒め言葉。ミュウたちも話し会作るやん。確かにな、確かに。この人来てたとかね。え、その人家にも来てたでみたいな。え、デリーやん。昨日はエピ、今日フーはリップ編してましたよ、小声。あ、ミュウも昨日さ、リップ返そうかなと思ったけど、なんかアイカがやってたからやめた。顔も可愛い、性格も可愛いの、ほんと困っちゃう。ほんまに思ってる？ DD って何ですか？自分が一番その言葉分かってるやろ。嘘。特徴的なの、ファンの人が。え、いや、そんな。美人と可愛いを得れるとしたらどっちがいい？可愛いかな。可愛いの方が嬉しい。美人じゃないから。まさかの推し増えたってこと？ DD ブースト加速したって、許さない。うまい。何が？可愛いと好きどっちが嬉しい？どっちも。顔が飽きない、嬉しい、やった。みゆちゃんどのくらいに行ったら覚えてもらえますか？でもやっぱさ、ツイッターでいっぱい更新つぶれてくれる人は勝手に覚える。あ、また書いてくれてるみたいな感じかな。やった、昇格した、嬉しい、やった。わあ。身長何センチ？158かな。めっちゃ足にも俺の中でしてんの出来上がってる。3人じゃなかったっけ？あと1人誰が増えたん？あと2人ぐらい増えてなかった？ほんで結婚してって。あ、なつきちゃん、おしゃるさん、ありがとう。160ないの、欲しい。160、身長伸ばしたい。伸びろどうしたらあと2センチ伸びるんかな。最近何か映画見ましたか？ももかがなんかこの間、結構前、1週間前ぐらいに、あの U-NEXT で、あの中学生日記、有村架純さんが出てるドラマ見たいって言い出したから、3話ぐらい一緒に見た。映画じゃなくてドラマなんですけど見た。あんま覚えてないけど。いや、非現実的すぎません？中学生の男の子と女性教師ってねえ、どう思う？ありえなくない？身長ってサバ読みがち。確かにわかる。7期で怪しいの2人おるから見る。ニュースで問題になってること、あ、そうなん？あるんちゃう？高校とかはありそうやけど、中学もあるんや。先生が異常。まあね、いろんな人がいますからね。
黒岩くん、ああなんかそんな名前。一人バレてるってかさ。ヒロアカも非現実的。そんなことない。アニメはいいの。アニメ漫画はよし。そう、そうそうそう。友達先生と付き合ってた。高校？大学で？やばない。なんか周りで、ああでもなんか中学校の。か中学校の時何々先生かっこいいって言ってるってなんか結構ガチで割と好きそうな子おったわ。そう思ったら、先生ありえへんわと思いながら聞いてたな。みゆはあ、ハッピーエンドなるんや、あれ。そうなんや。みゆ先生好きです。キャー！どうしよう。ドラマ見ないから分かりません。そうなんや。何見るの？普段。ムゲル怪物映画。何何何？ムゲル。何ムゲルって。そう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 、かっこいい先生がおらんかった。そもそも何言ってるの。ムゲル怪物強い人が恐れてって言ってるけど何の話。年配の先生にすごい好かれるんやけど、ね、ミエは女の先生にめっちゃ嫌われる。あ、実習できた先生モテる。確かにモテるな。女の先生も男の先生も。めっちゃわかる。何の教官何の教官。ヤンキーと知らず女にゲラヘラ女出た。先生に先生にそんな先生がそんなことしないでよね。モテ期あります。そんなことないやろ。人生にはみんな3回モテ期来るはずですから。ミエはそうやって聞いて生きてきましたよ。3回モテ期が来ると。はい、来ましたか皆さん。3回モテ期みえちゃんに厳しい女性教師は嫉妬よ。ねえ怒ってきて。すでに終わっちゃったんやけど。いや次も来るわ。じゃあ次来る。私はもうずーっとモテ期とか言っときます。はい、嘘です。もう大嘘。いつでしょうね、わからないです。だってファンの皆さんに今モテてるから。でしょうね。みんなこれを待ってたんでしょ。この回答を待ってたんじゃないんですか。みーちゃんのことまかついでわっしょいしたい。どういうこと、どういう感情。あ、そういうこと。映画の話な。映画のあの話ですね。スタンディングオベーションありがとうございます。トドロキ、そうトドロキくんね、私のコメント欄トドロキショートくんいらっしゃるんですよ。期待通りの答え返ってくるから好き。そう、みんなが求めてる回答をしただけです私は。はい、耳赤い。赤くないよピン。全然モテないですよ。ファンの人がいたら大丈夫。
模範、これが模範解答？違う違う違います。ミユは違う、まあ、他の人はそれが模範解答かもしれない。今日の耳乾いて、耳毎日形変わってる？これからもっと人気出る。本当？出たいな。かわいい。タイからありがとうございます。耳切れてんの？え、なんか耳治ってん。ほら野菜食べた記憶ないけど、でもこうやってね、こうやってたらね、またちぎれてくるから。毛穴かわいい。毛穴まで見える？気づいたら私のこと好き人だらけで囲まれてました。やばない？激いたやん、もう見る大仏いいやん。福耳ってこと？アロンアルファなんか塗ってない。新規獲得キャンペーン、え、何したらいいかわかんないでもここにニキビできたから肌きれくない。今日ねツイッター更新するから見てね、みんな。鼻の穴もかわいやって、ありがとう見たことあんの？甘えるの考えなさい。厳しい。東京で美味しいラーメン何？教えて。今日リプ編のなんか誰かがしてたらな、したくなくなるから今日はしません。最近前よりちゃんとツイートリップしてる。えらい、ほんまにな、間違いない。でも違う子のこと褒めてた。スイートルームなんかいいとこ、そんないいとこ泊まれないよ。そう、みあまじのあまのジャークなの遊びに来たよ、ありがとう。麻雀もしないかな、気が向いたら1回2回3回ぐらいします。天の弱で合ってる読み方。今日のフチのリプ編逃したし、実質リプ編なかった。え、そうなんや、全部返したんやと思ってた。お腹痛くなってきた。お腹出してるからよ。お腹痛い。なんかよしよししてください。腹巻き巻いてって。腹巻き持ってない、持ってきてない。これはアライズ、そういう意味じゃない、ほんまにお腹痛い。はい、服ちゃんと着ます、ごめんなさい。ポンポン冷えた。あ、みんな優しい。コンビニ閉まる？え、24時間じゃないコンビニって。そうだね、そろそろコンビニに行かないと。え、そうなんや。恵比寿。今ここどこおるんやろ、みゆ。どこにおるんか分からん、今ここ。眠たい。煙出るもん、やばいやん、火出るやん。もうもつきたもう終わるのに。嘘、どこ？マッチのコメントさ、探す、ない。みゆには表示されてない。
めっちゃ湧いてるやんみんな。どこおるかさすがに言わない、大丈夫、そんなそこまでアホじゃないから。もっちゃんは別にね、別にそんなお土産なんか買わんくても、もともとここに住んでる人やから。もうランキング読みます。眠い。毛袋の鳥の穴。へえ、初めて聞いた。え？なんて。もっちゃんに優しい一言あげて。なんで？もつの実家に行きたいなんて一言も言ってないよ。あ、でもね、うんにゃんに会いたいな。うんにゃんには会いたい。こんばんは。早く大阪帰り、耳も早く帰りたい。うんにゃん会ったことあるで。うんにゃんが大阪来てた時に、うんにゃんには2回会いました。持ち年のバイト先行くのはどう？あー、いいね。でもそんな時間あるかね。じゃあそろそろランキング読めます。13位こばりくん、12位はまもんさん、11位じゃあさん、アットマークタイ、10位ゆうちゃん、ミューラブさん、9位カルちゃん、ピー、8位キンキン、7位シンシグさん、6位なつきちゃん、5位たけぽん、4位キャベツさん、3位元気くん、2位トマト、アットマークユーザーさん、そして第1位小熊さん、ありがとうございます。あのカフェの写真美味しそうでした。行ってみたい。はい、もうそう、もうポンポンが痛いの。はい、この後ツイッター更新するので見てください。そう、ミューの命。でもちょっと汚れてきたから扱い雑になってきたかもしれん、ごめんね。じゃあスクショタイム。はい、オッケーオッケー。昨日は更新しないって言ったけど、更新したくなっちゃったの。おやすみよ。ほんまに？ほんまに思ってる？クシのワンショット。はい。では、ありがとうございました。バイバーイ。おやすみ。炊飯。黙れ。バイバーイ。